小賀力作は、明治時代の無政府主義者。高徳事件で処刑された12名の一人。冤罪として、名誉回復の運動がある。福井県お入校リウンピ村出身。古川家はもともと豪商の家で、近親結婚を繰り返したために、力作は140センチ足らずのタンクであったという。定前がいる。家は地主であったが、父新一が、 事業に失敗して、経済的に貧窮。ボンボンとして育てられたり、行き作も働きに出なくては、ならなくなった。花作りが好きで、神戸の印東熊寺の園芸場で園庭として、働く。印東も古川もクリスチャンであった。1903年に、東京、滝野川の西洋草花店に移った。他方、足尾鉱毒事件の直訴騒動の頃より、 社会問題に関心を持ち、特に社会的不平等に反発するようになった。社会主義者の座談会に通い、首相、桂太郎を視察しようと官邸に忍び込もうとしたと告白したことから、親しくなって、1909年、高徳周水と菅野菅の総監した自由思想の印刷名義人となった。1910年、赤品事件、高徳事件で逮捕された。 警察によれば、周水、菅の宮下拓吉、新村忠夫と共に、天皇暗殺を計画していたとされたが、弁護士、今村力三郎によると、事件の計画は、菅野、新村、宮下の三名で練られ、思想的死傷である周水は、身の危険が及ぶからという理由で除外され、古川については、同志とは見なされていなかったため後まで知らされていなかったという。 爆弾テロの実行者を決める段になって、抽選で、古川は2番目になるが、計画はうやむやのうちに立ち消えになった。しかしその後で、宮下が赤品事件で逮捕されたことから、古川もこの未遂の件で連座することになった。公徳事件では、古川本人に範囲は薄く、裁判において、余震の判事に悟されて、社会主義を一発し放棄するが、有罪判決を受けた。 結局、周水ラとの死を覚悟して、僕は無政府共産主義者です。しかし、ドグマに囚われてもいない。自由を束縛されるのは嫌だ。貧困、生存競争、弱肉強食の社会よりも、自由、平等、博愛、相互扶助の社会を発す。戦争なく、牢獄なく、永遠の平和、司会兄弟の実現を望むという言葉を残して、軽視した。 去年26。古川と森近運転は自分の遺体を解剖研究用の検体とするように遺言していたため、坂井俊彦はあらかじめ東京大学法医学教室の片山邦香教授に引き取りを依頼していたが、直前で圧力がかかって解剖は取りやめとなった。坂井は怒ってこのまま死体を東大に放置しようかと思ったというが、思い直して、 三日後の二十七日、下地愛の火葬場で二人の遺体をダビに伏して、遺体を遺族に渡した。古川は、墓を建てる余裕があるなら、定前に甘いものでも買ってくださいと言い残したが、郷里の福井県をばまし、青井の妙徳寺には、開妙だけが掘られた簡素な力作の墓がある。実定小上木松は、兄の事件後に家族と郷里から逃げるように状況。 月の和書林古書目録の古川三木松散歩で知られた豪華なアナキストの書店主となった。ありがとうございます。